それらを知ることで君のケーキの中身は様々なものに変化するかもしれない。それは時に望むものでも、おそらくそれらのほとんどは君の望まないものに変化するだろう。真実はいつだってエンジェの手の中にある。誰かの言葉や誰かが期待する真実を耳にすることでその中身が変化するなんて馬鹿らしいと思わないか。君の中の真実は最初から君の手の中にあるんだよ。そしてその中身は実は君自身が決めているんだ。君が何を聞き何に耳を覆うかで君自身がその中身を変化させている。意味がわからないと思うぜ。でも理解して。6歳のエンジェにはわからなくても12年を経ればきっとわかるから。君の手の中の真実は普遍じゃないんだ。それは君に対する様々な干渉で変化してしまう。だからもし君がその手の中の真実を大事にしたいと願うなら、その真実をエンジェが自分で守るんだ。それを忘れるんじゃないぜ。お兄ちゃんとベアトリーチェの問題でおしまい。そうか、あれだけ大勢いたのにもうおしまいなんだな。どうであったか、今夜のパーティーを楽しめたか。うん、楽しかった。でもちょっともう眠いかも。そうね、あれだけはしゃいだもんね。わらわもとっておきの問題を用意したが、どうする？眠いようならばやめてもよいのだぞ。ああ、ここまで来たから頑張る。もう、お開きの時間だな。うん、エンジェよ。わらわの問題は、また今度にしよう。そのような寝ぼけ眼で解けるほど、優しくはないのでな。やだ、せっかくいっぱい頑張ったのに、お兄ちゃんたちのメダルも欲しい。静かに、エンジェが眠ったぞ。エンジェちゃん、楽しんでくれたやろうか。当然であろうが、今はそこまでは感じぬかもしれない。しかしやがて今夜のパーティーのことを思い出し、それがどれほど楽しかったかをかみしめてくれるであろう。そうだな。私たちもエンジェちゃんと遊べて楽しかったわ。さらばだ、我が孫よ。おじいちゃんが12年ぶりに遊べて嬉しかったぞ。私のことを何も覚えていなくてもよい。傲慢なる暴君と記憶してくれてもよい。だがたまには目に入れても痛くないほどに可愛がっていたことも思い出しておくれ。
思い出しますとも。エンジェさん、あんたの人生は長い。12年を経てもまだまだ長い。その人生が有意義なものになることを祈っております。君が後宮家全員の最後の孫で娘だ。私たち全員が君の幸せを祈っているよ。エンジェちゃん、お元気で。幸せは見つけるものでなく作るものです。思い出も実は同じなんですよ。そうだな。年を重ねて思い出し、初めて意味を知るということもあるものだ。わしのこの愛嬌ある顔、たまには思い出してや。わしらにとってあんたに思い出してもらうのが何よりの供養なんや。いやね、死ぬわけじゃないでしょ。猫箱の向こうというカーテンの向こうに行くだけじゃない。せやな、カーテンなんてもんやない。今と同じや。エンジちゃんはすやすや眠っとる。わしらはこうしてすぐ近くにいてそれを見守っとる。わしらはいつだってそばにおるんやで。エンジェ、力強く生きろよ。俺たちの血が流れてるんだ。絶対にその力はあるさ。エヴァ姉さん、うちの娘のことをよろしくね。素直じゃない子だし、わがままで短気なところもある。きっと迷惑ばかりかけるだろうけれど、私がきっと幸せにするわ。エンジェちゃんが望む限り必ずね。エンジェ様、私の顔を覚えていなくても構いません。でもせめて私の料理の味だけは忘れないでくださいませ。このクマさんのことも覚えていろとは申しません。でもせめてサバの絞り汁ジュースの味だけは忘れないでくださいませ。本当に可愛い寝顔ね。まさに名前の通り天使の寝顔だわ。天使じゃないよ、魔女だよ。エンジェが最後の魔女、エンジェ・ベアトリーチェになる。その魔法は彼女を幸せにしてくれるかしら。白き魔女になるか黒き魔女になるか、それはエンジェが決めるよ。私はその両方を伝えた。きっと彼女を辛い人生が待ってる。エンジェちゃんはきっと世界一自分が孤独だと信じると思う。でも私たちはあなたのすぐ後ろにいていつも応援してるからね。それを忘れないでね。エンジェ、忘れるんじゃないぜ。自分も幸せも運命も作るのは自分なんだ。自分だけが決められる。それは誰かに与えられるものでも、そして誰かに隠されて探すものでもない。それを忘れるんじゃないぜ。きっと伝わったと信じます。だといいけど。僕とお嬢様の物語は絶対にエンジェ様にそれを伝えています。うん。ジョージ様も何かお言葉をかけられてはどうですか。僕から伝えたいことはもうあのびっくり箱の問題で全てだよ。あの難解な問題から何かを汲み取ってくれるでしょうか。わからない。でも彼女は聡明だからね。きっと何かを分かってくれるよ。エンジェ様、あなたが正しき未来へ導かれることをお祈りいたしております。エンジェ、少しはみんなのことは思い出してくれたか。確かに後宮家はちょいと変わった一族だ。大金持ちだし、それをめぐっておかしな噂話も飛び交っただろう。しかしそんなのは全て島の外の連中の勝手な憶測だ。幼さゆえに優しき思い出を記憶に留められなかったそなたを誰も責めはせぬ。しかしそれで
思い出してやれ。忘れることが罪ではない。思い出さぬことが罪なのだ。俺たちついにエンジェをパーティーに呼べて本当に楽しかったぜ。な、みんな。言うまでもなく、これは幻想だ。そなたは、1986年10月4日の六軒島にはたどり着けぬ。これはすべて、ゲームマスターのバトラが描いた、そなたとわらわたちが一夜のパーティーを共にするという、魔法幻想。でも、思い出せただろ？みんながどれだけ優しくて。楽しく親族会議で団らんしていたか。本当のことを思い出してくれただろう。エヴァおばさん、エンジェを頼むぜ。私なんかに彼女の母親になる資格は本当にあるのかしら。あるぜ。おばさん自身があれほどの悲しみの中にあったのに、エンジェの母になろうとあんなに頑張ってくれた。でも私は結局。いいんだおばさん。エンジェ、よくお聞き。悲しい運命により二人が傷つけ合う未来があったことを俺たちは知ってる。それはエンジェにとっても悲しいことだし、エヴァおばさんにとっても悲しいことだった。お前に心を開けと頼むのも酷な話だった。そしてエヴァおばさんに、それでもなおエンジェのために自分の悲しみに耐えてほしいと頼むのも酷な話だった。そなたもエヴァもどちらも悪くはない。だからといってお前に何かを許せと俺たちには頼めた義理もない。だからせめて許せとは言わない。ただ分かってやってくれ。時間がかかってもいい。どれだけ未来でもいい。エヴァおばさんのこと分かってやってくれ。そしてたまには俺たちのことも思い出してくれ。わらわのこともであるぞ。陽気で気立てがよく、容姿端麗、まさに女の鏡であるわらわのことも、たまーにでいいから思い出し、朝昼晩、わらわの名を唱えてあがめ奉るのだぞ。おばさんを許してくれなくてもいい。でもね、おばさんは、あなたを憎んでなんかいないの。せめてそれだけは、分かってね。ゲンジさん。エンジェを横になれるところに運んでやってくれるか。かしこまりました。ゲストハウスでよろしいですか。ゲストハウスに一人ぼっちでは気の毒が過ぎよう。そうだな。客間のソファーにお願いできるか。もしも目が覚めて戻ってきたくなったらいつでもそうできるように。
シャノン、カノンよ。結局エンジェは何枚のメダルを集めたのであるか。17枚でございます。そうか。ではこれを枕元に置いてやるとよい。はい、かしこまりました。行こう。起こしてしまわないように。姉さん、